どうしよう。ちょっと待って。オペレーターズサイドというゲームをプレイします。やっていくぞ。このゲーム昔ちょっとだけやったことあるんですけど、なんか早々ね回復をすべて失って、なんか気持ちが心が折れてやめちゃったゲームなんだよね。すっごい前にやったやつ、2003年だから20年近く前か。そうだね、17、8年ぐらい前だね。なのでもう一回再チャレンジしようかと思いまして、簡単に説明すると、声で女の子を操って脱出するのかな、なんかどっか閉じ込められてて宇宙空間かどっかに、それで頑張って脱出するみたいなゲームです。よし、やっていくぞ。ここでスタート。これ専用のマイクがついてて、そのねマイクをつけてる上に、それとは別にイヤホンもしてるんだよね。で、なんかコードがいっぱいあって結構ごちゃごちゃして大変なんだけど、あとメガネもかけてるからめっちゃ邪魔なんだよね。とにかくやっていこう。あ、今こんな感じ。これに別にイヤホンつけてメガネもかけてる。非常に大変です。マイク部分と口は2から3センチほど離すように調節してください。はいよ。マイクの位置は発音を正しく認識するために重要です。はいよ。マイクのセットが完了したら実際に発話してみましょう。トゥトゥラールで、コントローラーの操作説明は初期設定タイプ A にて行います。発話するときはコントローラーの丸ボタンを使用します。トランシーバーを使う感覚で丸ボタンを押しながら発話します。話し終わったら丸ボタンを離します。画面中央の文字を発話してみましょう。左上に Talk No Nowトークナウ。はいよ。丸ボタンを押して喋る。こんにちは。おほう、褒められました。プレイステーション。なぜエクセレントではないのでしょうか。発音。オペレーターズサイド。怒られた。やり直しさせてくれる？オペレーターズサイド。褒められました。カタカナ英語でいいそうです。以上がマイク操作の基本となります。次に指示の方法を説明します。あ、これね、なんかセリフ喋るときに字幕ついてないからちょっと音を大きくしてるんだよね。だからもしかしたら声が負けてるかもしれないけど、やっていくぜ。画面中央のキャラクターに指示を与えてみましょう。先ほどと同じように丸ボタンを押しながら発話してください。歩け。あ、こっちの方が褒められた。エクセレントの上。走れ。どれぐらいがいいのかわかんない。止まれ。やっぱ滑舌よく言った方がいいね。難しいね、これ。行き先の指示をしてみましょう。テーブルに行って。結構でも認識してくれるかも。テーブルの上に何かありますね。指示してみましょう。瓶見て。グレートだったらもういいかな。ワインだということが分かりました。このようにうまく指示が伝わると物の名前が明らかになります。指示したい物の名前がよくわからない場合は色や形の特徴を伝えると良いでしょう。この場合瓶よりも緑色の瓶と指示した方が正確に伝わります。ここ名前が分かるとより具体的な指示が可能になります。それではワインを調べてみましょう。ワインを調べろ。
と調べてくれるんだね。ワインに異常はないようですね。怪しいと思ったものはこのように詳しく調べてみると良いでしょう。また物によってさまざまな動詞を組み合わせて指示することができます。ワインを飲め、ワインを取れと。ではテーブルから離れましょう。戻れ。今気づいたんだけど、これずっと喋りっぱなしじゃない？もう疲れてきたんだけど。このように音声指示をする際には名詞と動詞を組み合わせた指示が基本となります。それすごいね、組み合わせられるの。では次に戦闘時の指示についての説明です。敵を発見すると自動的に戦闘に移ります。なんだあれ、ナメクジか。敵の動きをよく見て指示してください。それでは実際に攻撃してみましょう。撃て。難しい。左、あ、ボタン間違えた。丸ね、左。あ、やばい、避けろ。でもずっと避けろって言ったら 100% 避けてくれんの？信じてるからね。連続した指示も可能です。間に合うかな。避けて撃て。すごいじゃん。いや、とっさにできない気がする、私の脳みそでは。逃げて回復。あー、なんか思い出してきた。なんかね、言ってないのに回復使っちゃうんだよね。それでなんか失って心折れてやめた気がする前。撃て撃て撃て。なんで撃て撃て撃て。発音、声の高さ、滑舌。複数の敵がいる場合、狙う敵は1番2番のように番号で指示します。2番。1番。戦闘では敵のどの部分を攻撃するかをリアルタイムに指示します。敵部位の名称は画面下部に表示されます。あ、下にあるやつね。長いぞ。背中打ってリロード。あ、グッと初めて見た。あんまり良くない。敵には弱点があります。その弱点を攻撃すると戦闘を有利に進めることができます。弱点をタイミングよく攻撃してみましょう。はい。腹。マイクの位置が悪い。最後に指示をするときの注意点です。指示が伝わりにくいときは次の3つの点に注意してみてください。注意1、マイクボタンを押すタイミング、話すタイミング。あー、ちゃんと喋る前に押して喋り切ってから話す。注意2、適切な声の大きさ、はっきりとした発音。普段より疲れちゃうんですけれども、滑舌よく喋らないと。高はまあ滑舌いい方じゃないんでね。もう疲れてます。チュートリアルで疲れてます。これより本編が始まります。あ、なんかちょっと大きい画面でやってるから文字がにじんじゃってるな。しょうがないかね、まあ古いゲームだから。確かね、字幕。パラケルススという医師が16世紀のヨーロッパにいた。彼はその時代を代表する医師というだけでなく、錬金術、占星術、天文学、神秘学など幅広い分野に精通した学者であった。すごい学者さん。彼は30代の頃不思議な力を得たといい、古代の名医ケルススを超えるものとして自らをパラケルススと名乗った。パラケルスス。一生を通じて病に苦しむ患者のもとへふらりと現れては、奇跡的な力で治療すると他の地へ去っていった。あ、終わった？ちょ、字幕が出ないからね、あんまり喋るタイミングが。喋ってる時は基本黙ろうと思います。自分も聞き取れないんでね。お、オペレーターズサイド。
かっこよく出てきた。宇宙の感じだね。あ、地球かな。青いね。わあ、飛んでる。すごい、映画みたい。2029年12月24日午後10時。あ、クリスマスイブだね。 JSL 宇宙ステーション、すごい、ソーラーパネルみたいのもついてる。でっかいね。あ、ホテルは読めますよ。英語苦手ですけど。あ、もう知ってる方も多いと思いますが、英語はほとんど読めないので、お聞き苦しい点。壊れてる。あ、こんなだったっけ。ふう、不吉な予感。あ、もう、あそこの部分は壊れちゃう。大丈夫なのかね、ああいうとこ壊れても。なんか気圧的な問題で落っこちちゃったりしないのかな、潰れちゃったり。おお、あ、ペンが飛んでいく。無重力ってことかな。ふん。ここはモニタールーム。英語ばっかり。当ステーションホテルに致命的な損傷が発生しました。早い。モニタールームは閉鎖します。オペレーターの方は救助を待ってください。あ、自分オペレーターだったっけ。あ、怪我してる。傷ぐちぐち言ってるけど大丈夫。ん、監視カメラのちょっと文字が潰れてる。2029年12月24日タイム19時。我が国はここから復活します。この準国産宇宙ステーションから7時20分20秒ということ。官民が一体となった成果です。これはさっきのオープニングパーティーだ。今日が60歳の誕生日でもありまして、個人的には嬉しさもひとしおといったところ。お誕生日。おっと、美人なお姉さんが。長く続いた不況にもこれで終止符が打たれることでしょう。これは僕とさやかだ。では我が国と、そして僕らは幸運にも宇宙ステーションホテルに招待されたんだった。あ、パーティー、かわいい。お客様。あ、このね、おかわりはいかがですか。今アルコールちょっと苦手なの。説明書にね、こっちの子が恋人で、あ、このさやかちゃん、今なんだっけ、飲み物くれた子がリオちゃんって言ってパートナーなのかな。それだけ説明書に書いてあった。景気が上向きになるって政府は20世紀から言い続けてるんですよ。結構人いるね。わーお。あ、壊れちゃってる。わ、赤いの入ってきた。キュイキュイ言ってますが、突然大きな揺れがあって何かが入ってきたんだ。わーお。わ、エイリアン的な。そいつらは招待客を食い始めた。わーお、結構グロい。僕らは逃げた。怖いよ。あ、あれ、さやかちゃん。あ、さやかちゃんが。そして、僕は気を失ったんだ。ほほう。まさか、イブを宇宙で過ごせるなんてね。かわいい。ありがとう。すごくかわいいです。最愛の彼女を置き去りにして、え、置いてきちゃったってこと？自分だけ逃げてきちゃったの？それとも気を失ったから誰かが運び出してくれたとか、そういうこと？もう全然覚えてないわ。こちら警備室、応答願います。警備室から通信が入りました。通信を開始します。モニタールーム聞こえてますか。あ、聞こえてます。あ、プップ、応答願います。ちょっと待ってね、今英語読み解いてるから。ちょっと待ってね、せかさないで、脳みそから出してるから。モニタールームに誰もいないのかな。いるよ、大丈夫だよ。
あ、プレススタートボタンね。今理解した。モニタールーム、システムオペレートモードに。あ、来た。応答願い。この子がやっと通じた。リオちゃんかな。かわいい。絶対見かけてた甲斐があったわ。ショートが似合う。ちゃんと通信できてるかな。できてるよ。オペレーターさんも何か言って。え、あ、喋れて。ずっと前から愛していました。え、あなた誰。いや、オペレ声が違うし。あ、違う人。うん、誰でも構わないわ、今は。あ、自分はお客さんなのか。ねえ、そういえばこのドアのロックを開けて。ほほ、どうやって。あ、これ四角ボタン。工事室のドアロックを解除できます。ロックの解除はコントロールパネルを、わかったよ、開いて操作します。あ、オープンクローズってこと。はよ。あ、こんなんだったっけ。ロック解除成功ね。やったね。助かったわ。言っとくけど、私悪いことして捕まってたんじゃないからね。そうなの。どうなるかと思ったわ。あ、電気つく。あなたもそのモニタールームに閉じ込められたって口かしら。そうなんです。お互い災難よね。かわいいな。さて、まずはあれだ。あれがないと。あれとは。リオちゃん、あれとは。あれとは何ですか。ここにはないか。何探してんの。何探してんの。全然聞いてくれません。絶対この部屋のどこかにはあると思うんだけど。何を探してるんだろうか。今はね、喋りかけられないんだよね。ロックされてる。ねえ、ここのロックも解除して。はいよ。さっきと同じ要領よ。四角。あ、出てきた。ロッカー。JSL 職員用ロッカー、警備スタッフ専用、ロックされています。はい。すごくない？鍵遠くから開けられんの。おっとおっと、後ろのアングルから見たいです。これ誰カメラ。中にもカメラついてんの。まさかの武器を探していた。やり手、助けてくれて。化け物相手にこれくらいないとね。悪いけれど私急いでるの。あなたはそこで救助を待ってて。大丈夫。運が良ければまた生きて会えるかも。じゃあ、かわいいな、やっぱ。え、ちょっと行かないで、寂しいから。びっくりした。こんな、ちょっとだ、起きて。あれ、起きる。あの、左上が青くなったら喋りかけられるんだよね。今の笛も入ってたけどね。ちょっと余計なこと喋っちゃうと認識されなかったりするかな。あ、バトル。え、逃げて。言ってない、言ってない。逃げて。逃げて。言ってない、言ってない。ちょっと待って。逃げて、避けて、左避け、違う、避けて、右避け。言ってない、言ってない。逃げて。はい、そう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 。どれだ。背中。どっち。背中。尻尾。尻尾。中央の目。中央の目。左目。あ、取れた。あ、赤い目が増えたね。赤い目。赤い目。あー、後ろ見た。尻尾。尻尾。あ、リロード。リロード。忙しい。赤い目。赤い目。やばい。尻尾。前。言ってない、言ってない、言ってない。逃げて。はい。赤い目。赤い目。そこだ。ダメだな。右。に行って。右。そう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 。赤い目。赤い目。なんか結構机とかに当たっちゃうね。ふう。間違っての回復って
なんか聞かれないようにしないと間違えて回復されちゃうんだよね。強いじゃん、なんで銃使えんの。かわいいです、非常に。また助けてもらったわね。うんうん、お礼は。あなたの声思い出したわ。本当にパーティーにいたわね。あ、いました。一番若いカップルのお客さんだわ。ほほう、そうでしょ。ダークブルーのドレスを着た彼女といた。うんうん、あ、ねえ、あの彼女なんて名前だっけ。名前、彼女の。さやかです。あやか、うんうん、違うわ。違う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 、そんな名前じゃなかった。滑舌かな。私なんとなく覚えてるもの。さやか。アルコールがちょっと苦手だった。さやか、彼女の名前を教えてくれない。ちょっと押しっぱなししちゃった。さやか、そう、さやかさんだったわ。ふんふん、彼女とははぐれちゃったのね。そうなんです。無理ないわ、あの騒ぎじゃ。私だってレストランからどうやって出られたのかよく覚えてないもの。ふんふん、心配よね。今頃どこかで助けを求めてるかもしれない。あ、大丈夫かな。ねえ、私に協力してくれないかしら。私はこのステーションホテルから逃げる前にどうしても探さなきゃいけないものがあるの。ほほ、さっきみたいにオペレーターとして私を助けてくれない。いいよ。その代わりその途中でさやかさんも探し出してあげる。え、さやかは、これは取引よ。生きてんの。協力してくれる。協力します。きっと見つけるわ。ふんふん、私のことはリオって呼んで。リオちゃんね。じゃ、よろしくね、オペレーターさん。愛しています。挨拶なんて必要なかったかしらね。え、どういうこと。嫌われた。まあ、いいわ。違うよ、愛してますよね。よろしくお願いしますって言っただけだからね。勘違いしないでよね、滑舌が悪いだけだったんだから。オペレーターさん、はい、合言葉を決めましょうよ。合言葉、ほら、あなたはこのホテルのことよく知らないじゃない。ふんふん、探索しているうちにいろいろ分からなくなってくる部分もあると思うの。ふんふん、今何をしなきゃいけないのかとか。だからそういう時には、そうね、相談って言って。そしたら私が簡単に説明するわ。相談ね。いい？じゃあ早速やってみましょう。はいよ。相談って言ってみて。相談。何よ。言ったよ。ちょっと練習するだけでしょ。ね、ちょっと待って、マイクの位置がよく。よいしょ。相談。うん、相談ね。はいよ。私たちはこれからこのステーションホテルの中をあちこち探索していかなきゃいけないわ。ふんふん、私は基本的にあなたの指示に従って行動しようと思う。ふんふん、でもその指示が分かりにくいととても困るわ。そうだね。あっち行ってとか言われてもあっち行ってどっちって感じじゃない。絶対行っちゃいそう。だから私に行ってほしい場所は名前できちんと指示してほしいの。ほほう、例えばこの部屋だったら出口とかテーブルとか。ふんふん、物の名前ね。モニタールームならマップを表示できるでしょ。あ、それ、そのマップに表示してある名前で指示して。工事所123。わかった。わかった。オッケー、今見たマップはあなたの方で表示できるわ。何か他にわからないことがあったらキーワードリストを見て。キーワードリスト。そのリストには私たちの会話とかから抽出された言葉が記録されるんだけど、ふんふん、あらかじめ登録されている言葉もあるわ。もちろんリストに載ってない言葉だってたくさんあるんだけどね。ふんふん、さてと、じゃあ最初の指示をちょうだい。どうする、待ってね、いろいろ、これ違う、何ボタンで出すんだ。あ、これがアイテム、L1 でアイテムボタン。アイテム B は回復。アイテム A はハンドガンと録画ディスクね。それで、あ、で、R2 でこのコマンドみたいのが言えるね。調べてとかは探索時しか使えないみたいな。戻って、止まってみたいな。どうしようか。あ、
こういうのあるんだ。オペレーターさん、指示は？あ、待ってね。今、考えてるから。これキーワードね。あ、これはバトルの時。結構できることが。聞いとくか。これで、あ、まず相談って言わなきゃダメ。相談。オッケー、相談ね。うんうん。じゃあ、何を相談しようか。それで、これ出して、どうしようか。この部屋で、私たちの息を合わせた方がいいかもね。いろいろと私に指示してみて。あなたもオペレーターとして練習しておいた方がいいでしょ。息を合わせるね。ここですることがなくなったら、出口って言ってね。そしたら次の部屋行くってことか。ちょっと待ってね。あの、下にさ、喋ったやつの字幕欲しいよね。喋るタイミングが難しい。自分が。リオちゃん喋るとき聞かないといけないからね、ちゃんと。なぜ拘置室にいたの？武藤さんっていう警備スタッフに無理やり閉じ込められたのよ。ここなら安全だって言ってね。武藤さん？でも1時間経っても戻ってこないし、助けを呼んだわけ。答えてくれたのはあなた一人だったわ。うんふん。あ、おしまいかな。あ、武藤さんは助けようとして入れていったのかな、リオちゃんを。僕はどこにいるの？あなたは今、実験棟のモニタールームにいるの。ここからは随分距離があるわ。さやかさんを助けてそこに向かうから、それまで待ってて。はいよ。これし、ひどくない？さやかって誰？あなたの恋人でしょ。あなたはさやかさんと二人でこのホテルのオープニングパーティーに招待されたんでしょ。そうですね。しっかりしてよ。え、どうしよう。リオちゃんは選べないんです。リオちゃんは選ぶことができないんです。さやかちゃんがいるから。 JSL って何？日本宇宙航空、ジャパンスペースラインの略よ。ジャパンスペースライン。あなたたち二人はその検証にあたってこのホテルに招待されたんでしょ。うんうん。あ、そういうことね。何探…あ、ごめん。何探してるの？私が探してるもの、悪いけどそれはまだ秘密にさせて。うん、全然覚えてないな。あの化け物は何？わからないわ。宇宙生物かもしれないし、異次元空間から来たのかもしれない。もしかしたら私の探してるものが関係してるかも。え、どういう関係？バイオハザード的な。やっぱりとりあえずじゃあこれで、あ、で L1 でマップが出るね。どうしようか。じゃあ順番に調べていく。また一番大事なの見つけた。セーブポイント。セーブポイント。相談終了ね。あ、終了しないとダメなのか。失礼。セーブポイント。セーブポイントね。セーブポイントってどういうこと？その世界でのみんなセーブして生きてんの？急にメタ的発言。セーブは4つだね。はいよ。4つか。なんか積んじゃわないようにずらしていこっか。まだ初めてのセーブ。あ、もう28分もやってる？もう28分もやってる？あ、ローディング入った。体育座りしてる。リオ。かわいいね。はい。あれ？相談。オッケー、相談ね。あ、調べるって言ったのに。ちょっとリオにどうしても聞きたい。じゃあ何を相談しようか。彼氏はいるの？無視。リオ、かわいいね。相談終了ね。ちょっと言ってないんだけど。嫌われてる？もしかして好感度みたいのある？じゃあ調べよう。